まず模型によって東北には、豊かな暮らし、それから、歴史、文化、そういったものがあった。確かにそこに人の暮らしがあったということを改めて知っていただきたい。で、そこからですね、これからの東北の復興ということを考えていただきたいというのがまず一つ狙いとしてあります。最初はですね、正直なところ、おっかなびっくりといいますか、辛い思いもされているので、その模型に対して何か拒否反応のようなものがあるかなというふうに思ったんですが、実際に行ってみるとですね、現地にはもう家も何もなくなってしまっていると。そうした時に何か昔を思い起こすきっかけになってよかったというお言葉をいただいてですね、我々も胸をなで下ろしたという記憶があります。皆さんにとっては近い過去なんですけれども、実際の町がなくなってしまうとですね、何も記憶をこう呼び起こす拠り所がないという状況がありましたので、そういう地区ではこういう模型を作って話し合いをするというのは効果があるんじゃないかなというふうに思っています。5ヶ月経ったの段階で、忘れてはいけないんですけども、大沢地区を少しずつ日を追うことによって忘れかけるような状態だったの。そこにこの模型が持ってきた時には、上から見た時に大沢地区ってこうだったんだな、改めて、でかなりこうコミュニティの取れた形成の町だったんだなと、これ嬉しく思ったんでね。この町づくり、この町はもう一回できないんですよね。だけどもこの先生の力添えでね、こういうふうな記憶の町っていうことで、頭の中にはもう一回この大沢地区をどうにかしてこうリスタートさせたいっていう気持ちが今大きくあります。この1年5ヶ月経って、まだ私たち被災地の生活っていうのは復興してないんですよね。まだ始まってもいないんですよ。今ちょっと話せないんですが、私たちの生活っていうのはまだ復興もしてないし、生の声を聞いてからちょっとでもまだ宮城の方が復興してなくて、まだ住民の方は苛立ちっていうかね、そういうのを抱えてるんだよということを皆さんに知ってもらえればいいかなと思って。